ミセスインターナショナル日本代表グランプリに輝いたのは、日本代表に輝いたのはエントリーナンバー53番藤本ゆかりさん、おめでとうございます。おめでとうございます。同じく世界大会出場権と副賞ティアラが贈られます。プレゼンターはミセスインターナショナル2020日本代表和島舞さんです。着物の、ね、話をされていらっしゃいましたが、ぜひこの日本の良さというのを世界中にね広めていただきたいなと思います ね。受賞者の皆様本当におめでとうございます。それでは見事代表に選ばれました3名には、それぞれミセスインターナショナル日本代表、パンパシフィック代表、アジアオセアニア代表としての最初のステージファーストウォークを披露いただきたいと思います。ミセスインターナショナル2021日本代表藤本ゆかりさん、ミセスインターナショナル2021パンパシフィック代表清水由紀乃さん、そしてミセスインターナショナル2021アジアオセアニア代表真柄真由奈さん、世界大会へ向けての第一歩です。